要とんなの？村長さんだって入ってらせん。先生が入っとるぞ。姉ちゃん、帰ったねえけ。おかしいことありません。どっけ？早行きな。汚すんじゃねえぞ。お父っつぁんが吐くんで洗ったんじゃから。順番に先生の前行って見ていただくんだ。さあ、パンツを取って。ほら。さあ、いらっしゃい。山下三郎。はい。山下三郎さんね。そう。痛くありませんね。この子の近所に一人その病人がおりますんでな。おめえ隣ようもねえんじゃろ。うん。後ろを見てね。あなたの一番お上手なのは何？読み方？算術？うん。お前はとても頭脳がうまいそうだな。え？村長さんまでよくご存知じゃ。じゃあ大きくなったら絵描きさんなのね。うん。お前の兄さんか。あの本校の6年におるのは。うん？お父さんは毎日何してんの？時計行ったり、家にいたりしてるんだ。そう。この子の兄が本校におりますんで、同じ教室におる子供たちの親が講義を出しますんでな。痛い？痛くない？痛い！はあ、よかった。はい。ね、じゃあ終わりましたよ。はい。
どんなもんでしょう。今のところ別に異常はないようですが、注意した方がいいと思います。あのままでいてくれるといいんですけども。さあ、次。やだ、おすけじゃ。おい、なんだお前。病気がな、うつるっちゅうこっちゃん、えれいこっちゃの。どんなもんじゃかな。人女のじいさんなんざ40のもめいからあの病気だっちゅうけど、うつる病気ならあれだけ信心してんじゃから、少しは治りそうなもんじゃないかな。そうかの。やっぱり血統かの。ああ、やっちゃいけんやっちゃいけん。あっち行ったあっち行った。わしは病気は何ちゅうもんですかな。おじいさんの病気はね、人にうつる病気ですから、あんまり出歩いたりしてはいけないんですよ。え、なんじゃ。いや、えらいつんぼですからの。あのな、おじいさんの病気はな、悪い病気で人にうつるから気をつけなきゃいかんのじゃ。あんまり魚は食うからこんな病気にならんじゃがの。困ったもんだよ。横川の家行くんじゃろ。さあみんな、のぞいちゃ困るな。のぞかんで使わせな。え、みんな。今度な、県の方針でお前さんのような気の毒な病人を国立の長島愛生園という病院にお願いすることになったんで、長島からわざわざ先生がお迎えに来てくださったんです。どうだ、先生に連れて行っていただいて、お世話になろうじゃないか。え、そうしようじゃないか。他の人たちは運営しておりますから。他の人たちも大抵ご厄介になることになってるんだからな。他の人たちよりもあんたが一番病気が重いというんだ。え、ご厄介になろうじゃないか。な。他の人たちはわしらに比べれば身分も気楽だし、わしら子供も行さんおりますしな。それに、いや、行さん子供がおるから名をこうしちゃおられんのだ。子供に病気をうつしてしまえば、子供もまたあんたと同じ苦しみをせにゃならんでの。そこはよく考えてもらんと困るな。
だけどあの病気は汚えからそげんなこと言うて連れてって注射して殺すそうじゃのう。そうかな。まさかおかみじゃそんな嘘はつかんじゃろ。そうじゃろな。まさか殺しゃせんじゃろ。ご苦労さんでございます。ご苦労さんでございます。今まで申し上げましたことをまとめてみますと、第一に癌は遺伝ではなくて慢性伝染病であること、それから第二に癌の治療には療養所が一番よろしいということ、それから第三には癌患者に対して一般の方々も同情を持っていただきたいということであります。私の話が下手で分かりにくいところがございましたでしょうから、どうかご不審な点がありましたらどうぞ。おじゅさん、こっちよいしょ、竹だな。おかげどういうのかな。本当に今晩、役員の方にお集まりを願ったのは、小山先生の話をよく聞いていただいて、これを村の人たちに話してもらいたいためであるから、お尋ねしたいことがあったら遠慮なくお気を願いたいと思います。そうしてこれを村の人たちに伝えていただきたいと思います。ちょっとお尋ねしやすが、雷病の病気はどんな風になってますかな。はい、いつまで経っとるんだ。待てんだ。この雷の話の初めの方にありますから、顕微鏡で見ますと結核菌によく似ていて、ちょうどこう松葉のように固まっています。この雷菌は明治5年にノルウェーのハンゼンという人が初めて発見したものでありまして、雷菌は動物にはうつりません。雷が伝染だという証拠にはどういうことがござんしょうかな。そうですね、雷菌が発見されたというのが何よりの証拠なんですが、もっと他に、あ、そうそう、あのフィリピンのクリオン島というところに大きな療養所がございまして、そこの研究によりますと、患者の子供をその母親と一緒に育てましたところが、100人のうち48人まで発病しましたが、その患者の子供を母親と離して育てましたところが、100人のうち10人しか発病していなかったそうです。その10人というものの中には生まれてから6ヶ月も患者の母親と一緒にいたものもおりますし、またその患者の母親のお腹の中にいるときにその病気がうつる、いわゆる胎盤伝染というのがありますから、学問上では絶対に伝染ということになっております。じゃあ土源分けで同じうちにおっても病気にかかるもんとかからんもんとございましょうかな。それは人によって抵抗力の強い人と弱い人ともありまして、
同じ木でもよく燃える木と燃えない木があるのと同じことです。で、子供は大人より抵抗力が弱いから一般に危険なわけですね。ああ、せやけんどガキに移るんじゃ困るの。え、先生様、もう日本中にはどのくらい患者おりますんですかな。警察の調査が昭和10年にございましたが、はい、それによりますと内地だけで約1万5000人ほどでございます。でも専門医が地方に検診に行ったりその他いろいろな事情で推定しますと約2万人から3万人ぐらいの間だろうということに一致したい。3万人、3万人、世界で一番大の多いのがシナとインドで約100万人です。で、文明国では日本が第1位です。一番大の少ないのが、ドイツとイギリスで20人ぐらいということです。これは少ない。はい、わしら田舎者でしてですな、大病っていう時は治らねえっていうふうに聞きましたですからな、ほんまによく治るんでござんしょうかな。そのことは方々で質問を受けますが、癌などと同じように大病も手当てを早く熱心にすれば決して治らないもんではありません。療養所には 1,2 年の治療で見違えるほど良くなった患者さんもたくさんおりますから。はっ、こんなことをおかげしちゃ失礼でございますが、何なりと。この島には病院にやると注射して時期殺してしまう疑問もおりますが、本当の話しようか。バケだ、何てこと言いやがる。先生様はことを分けて教えてつかさってるのに殺してしまうそうですが、何てこと書きやがる。うん、他のこと聞くのはどうしようがあるの。俺は病院のどねなとこかちゃんと分かっとる。せやけど村の人たちが陰で言うとることはその人たちに代わってわしが聞いてやりゃみんなも安心するっていうもんだ。そうだろ。今さら何をこきゃがる。これどあがめ、アホ、おアホじゃ。もったいなくも先生様はお上の病院からござらして親切に教えて使わさってるのに、え、こんなことになる先になんでお前ら村の病院の始末ぐらいせんのじゃ。いいじゃ、役人じゃと昔腐って村のためになることない人つけんじゃないか。どこに勤め、どこに勤め、おい、どこじゃ、どこに勤め、どこに勤め、お前らどこに勤め、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 どこに勤め。この島も部落部落によってその利害関係が一致するもんですから、本当につけて今晩のような騒ぎになりよりますんですが。本当に大変ですよね。今度の問題にしましてもですな、村の浄化とか病人のためとか何分言うて聞かしても素直に飲み込めるもんが行さんおりますんでな。いや、ご苦労さんでございました。お世話様でした。おばさん、先生はお帰りだ。はいはい、じゃあごめんください。おやすみなさい。お帰りなせませ。ただいま。ご苦労さんでございました。さよなら。でも何号でござんしたな。お疲れでござんすよ。いいえ、ご苦労さんでございました。じゃあ私も今晩もお世話様になります。まあ嫌でござんすよ。で、おばさん、へ、あれが白砂島。さようでござんす。あそこにも病人がいるそうですけど、ご存知？白砂にですか。来るとき船長さんから聞いたのよ。桃畑とかにいるんですって。それのことを聞いたこともござんしたな。桃畑の中へ小屋作って、うん、10年も前の話でござんしたかな。まだおりますかな。あら、こちらから聞いてんじゃないの。あ、そうでございますか。ねえ、どっか知らんその桃畑は。存じませんがな、聞いてみましょうかな。いいわいいわ、向こうで尋ねますから。そうでございますか。そうそう、忘れとりましたが、先生様にお目にかかりたいって言って村の衆が来ておりますがな。
どうぞ。そうでございますか。じゃあお願い申します。ごめんください。はい、どうぞ。ごめんください。さあどうぞ。どうも。お疲れのところごめんください。また本日はご丁寧にご診察を使わさってありがとうございます。先生様のお言葉に甘えまして、せがれを病院へお願いいたそうと思いますんでございますが。それは結構でございますわ。それにつきまして、実は女房のやつが心配して申すんでございますが、せがれはよく腹が痛いと申しますんで。あの腹でございます。ああ、お腹ですね。病院へご厄介になってからも時々また。そのことでしたら決してご心配ありませんわ。あの病院にはあの病気の医者ばかりでなく、内科でも、それから鼻や目や耳の方でもそれぞれ受け持ちがございますから、奥様によくそうおっしゃってください。そのことでしたら。ありがとうございます、ありがとうございます。そうそう、あの明日村長さんが一番重い患者さんのお父様をお連れして長島の病院にいらっしゃるのご存知ですか。いや、まだ。そうですか。村長さんは患者さんの家族の方々によく病院の実際を見ていただいて、そして安心して入院させるのが一番いい方法だろうっておっしゃって。わしも見せてもらっちゃ悪いでござんしょうか。いや、悪いなんてそんなことありませんよ。園長先生とても喜んでくださると思いますわ。それじゃあ、わしも君から村長さんの時に行きまして。そうなさいまして、そしてあのよくお話伺ってくださいね。はい、はい、はい。いや、ごめんください。さよなら。どうぞ。ああ、さ、どうぞ、どうぞお上がりください。先生、何でしょうか。先生は長島のいつお帰りでしょうか。あの私は明日白砂島に患者さんをお訪ねして、それから土佐へちょっと行ってまいりますが、あの帰りにこちらへまたもう一度お寄りして、で皆さんとご一緒に病院へ帰る予定になっておりますが。いや、どれにしても、いや、あの土佐の方は、あの土佐の方へは病院にいる患者さんのお留守宅をお見舞いに行きたいと思ってます。そこには奥さんと一人のお子さんが残っていらっしゃるんですよ。そのお子さんにもし病気がうつってやしないかと、患者さんがいつもいつも心配していらっしゃるもんですから、子供だけにはうつしたくない。せめてあの子だけは達者でいてくれればと、そればっかり心配してらっしゃるんですか。ええ、どうもお邪魔さんでございました。あの、何かご用だったんじゃないんでしょうか。いや、いいんですが、ごめんください。
私岡山の病院に勤めてるもんなんですが、隣島まで用に来てあなたのことを聞いてお尋ねしてきたんですけれど。私のいる病院はあなたのような気の毒な方たちのいる病院なんですね。あなたもいらっしゃればいいと思って。よっちゃいけ、帰ってください帰ってください。ここはわしの家じゃ、ここだけがわしの家だからの。寂しいでしょうね。うちら何も寂しいことありゃしませんな。でもね、こんなところに一人でいるより大勢で楽しく暮らした方がいいでしょ。これでいいんじゃ、うちらがこれで楽しいんだからの。私の勤めてる長島の病院にはあなたのような病人が1200人もいて、一つの村を作って住んでるの。そこ行けばみんな何の気兼ねもなしに芝居や活動を見たり何や節を聞いたりして、みんな元気で治療することができるのよ。ラジオもあってよ。ね、行きましょう。うちらもうどうなっても仕方がありませんね。こんな工房でする。いらないのよ。何にもいらないのよ。何もかも病院でしてくださるんだから。せいでも小遣いもありませんな。あなたが病院にいらっしゃるなら、私あなたのお家へ行ってお話しますわ。行きましょう。こんなところで一人ぼっちでいるよりどれほどいいかわからないわ。行きましょう。顔見ていけ。ところに病人を一人置いちゃかわいそうじゃないの。あらあら、張りさらせもんだな。いけんかって。でもね、あの方もおばあさんのかわいいお子さんでしょ。あの娘さんのためにも、また世の中の人のためにでも、一日も早く病院へ来ることが一番いいんですよ。わしらが何の世間の人に迷惑かけておる。わしらは病院の世話に並んでも、わしらは力で勝手にやってわしらは人から笑われて暮らしてきたが、世間の人に迷惑かけたこととは思うとりゃせん。でもあんなに一人ぼっちにしてかわいそうだとお考えになりません？あねえな高病に取りつかれたもんが不幸せなんじゃ。あの上病院なんか行っていろいろな人に恥じゆうさらすよりゃ
隠れて一人で暮らす方がマシだからの。蹴って使わせ。いえ、島の病院はみんな同じ病に侵された不幸な人々の集まっているところなんです。お互いに同情こそすれ、そんな嘲笑ったりするような人は一人もありません。あんな病気に侵されて、その上一生が一人ぼっちであんな小屋に閉じ込められて暮らすよりも、療養所で何の気兼ねもなく明るく暮らさせてやろうとはお思いになりませんか。ねえお父さん、これをよく読んでみてください。そして早くこうなれるように考えてみてください。また来ます。きっとお尋ねしますよ。さようなら。お母さん、お留守？田んぼ？そう、じゃあお留守番なのね。お利口ちゃんね。あなたは清子ちゃんでしょ？清子ちゃんはこのおばちゃん覚えてて。Mm-hmm.
でもおばちゃん、清子ちゃん覚えてるよ。だからね、おばちゃんはね、清子ちゃんにお土産持ってきたのよ。ほらね、お手て出して。あら、ばばっちお手てね、拭いてあげましょうね。あ、キレキレになったわね。はい、あら、いいでしょ。はい、あら、お利口さんね。清子ちゃんのお顔とっても綺麗ね。おばちゃんに見せてちょうだいね。さ、抱っこして。あら、お利口ちゃんね。清子ちゃんはいつもお留守番してんの？そう、学校は大ね。うん、学校好き？そう、お利口ちゃんね。きよこちゃん、おばちゃんにきよこちゃんのポンポン見せてちょうだいな。ね、きよこちゃんのポンポンに悪いムシムシがいるかどうか見てあげますからね。さあ、おべべを脱いで。悪いムシムシがいたら学校へも行けないでしょ。ね、ほら、寒くないでしょ。あら、きれいなポンポンね。悪い虫虫がいるかな、いるかな。よかった。きよこちゃんがね、お利口ちゃんだから悪い虫虫いなかったわ。よかったわね。さあ、ね、ベベを着て。悪い虫虫がいなかったから、お父さんやお母さんとっても喜ぶわ。おばちゃんもとっても嬉しいわ。よかったね。おばちゃん、ここまで来た甲斐があったわ。さあ、お座りしてね。おばちゃんね、カンカンとかしてあげましょうね。はい、ちゃんちっとも知らなかった。ぼんやりね。綺麗なお花だこと。きよこちゃんのおつむも綺麗になってよ。はい、ね、お母さん帰ってらっしゃるびっくりなさるわね。ちょっと待っててね。帰ってらしたらね、これ渡してちょうだいね。ここ入れてきますからね。え、分かってね。あ、ね、お父さんのお土産にね、ひよこちゃんのお写真撮ってってあげましょうね。こんなのやしましょうね。おすまししてとんのよ。はい、そうね。あ、あそこの桜の木のところで撮りましょうね。あっちいらっしゃい。きよこちゃん、ここで撮りましょうね。この桜の木の下がいいわ。はい、ね、そこへ立ってちょうだい。そこよ、いいですか。撮りますよ。
て。はい。さあ今度はね、こっち向いてちょうだい。そうね。こうやって取りますよ。いいですか。はい。もう一枚ね。さあ今度こっち向いて。おすましして取りましょうね。いいかね。さあいいですか。取りますよ。ああ、よかったね。お利口さんね。さあ、行きましょうね。おばちゃんね、お忙しいからさよならするわ。ね。帰ってきたらね、よろしく言ってね。ひよこちゃんもお利口でいてね。じゃあおばちゃんさよならするわよ。さよなら。さよなら。さよなら。さようなら。おばあちゃん、さようなら。さようなら。さようなら。おお、長島の先生じゃございませんか。小山でございます。その節はいろいろとお世話様になりまして。いや、ご苦労さんです。今度もまたこんなところまでわざわざ、あのタドスの近くの島まで参りましたもんですから、あの時の患者さんのお子さんがどうかと思いまして。ああ、そりゃそりゃ。どうですろう、やっぱり発病しますろうか。はあ、今のところでは別にそんな様子は見えませんけれど、ああまだ当分の間注意しませんとね。ああ、そうですか。あのこの前参りましたときちょっと耳にしたんですが、ああ土地の有力者の親類とかの、ああ、あれですか。実は自分の受け持ちじゃございませんけに詳しいことは分かりませんが、噂によると確かにあの病気の娘がおるってことですが、女学校もそのために中途で辞めたと言いますけん、しかし家の方じゃ他の病気じゃ言いますし、何しろうちの有力者の親類ですけん、大したことは言えませんじゃろ。検診もひょっとしたらできんか分かりませんでよ。私
一度お邪魔に上がりたいんですけども、どこでしょうか。さあ病人に合わせますろうか。この間も一回玄関払い苦労たり言われますけん。そんな話も伺っておりますわ。この山の向こう側の村ですけんに一気分かります。村一番の旧家じゃ。堀口の本家とお聞きになりゃ一気分かります。突然に上がりまして、実は私、いつまでも隠し仰せるものとは思いますなんだが、35代も続いてきましたこの家に、私の代になりましてこのような病気を出し、先祖にも親類一同にも、また世間様にも申し訳ないと思いまして、隠せるだけは隠してまいりました。あの子が病気になりましてからは、召使いも雇わずに親子三人でこうして薄氷を踏むような暮らしをしながら、どうにかして病気を治してやりたい、開けてもくれても夢の中でもそのことばかり考えております。家内は立ち物をいたしまして、神様にもおすがりいたしまして、あの病気が治るものならこの財産を使い果たしましてもと思いました。新聞雑誌の広告を見ましては、いろんな薬を飲ましてみましたが、どうしても効き目がありません。売薬などが効くものではない。騙されるのだ、騙されるのだと思いながらも、その売薬を買わずにはおれません。東京までも薬を買いに出ましたことも一度や二度ではございません。夫婦で寝ずに明かす晩も幾晩か知れません。どんなにお困りでございましょう、そういうご事情でございましたら、園長先生に申し上げまして、必ず内密でお迎えに参ることもできると存じますが。はい、ありがとう存じます。とにかくご本人にお目にかかりたいと存じますが。ご案内申し上げて、ずいぶん指導になっておるようですが、
どうぞ。歌をなさるんですの？はい。明石海人さんの歌ですね。はい。あ、これにも島の方たちの読んだお歌がたくさん載ってますのよ。見てくださいな。ご病気になられたのはおいくつの時でしたか？17の春でございます。歌で生きていらっしゃいました。歌に命を込めて。あの方は長島いらしてから歌をお始めになったんですよ。ですから歌人としての明石さんの故郷は長島だと思います。母の選びたまい品を捨てて
わざわざどうも、すみませんでした。こんにちは、先生。宮田です。あら、こんにちは。課長、来た！荷物を取りに来たのか。お仕事はあそこだ。ところが今日になってもあの横川が行こうと言わんのでどうも困っております。そうですか、困りますわね。はあ、病院のことなども詳しく説明してやりましてもな、まだ何のかんの言いましてな。あいつはほんまに行くじないですな。なんじゃかんじゃ言うとりますが、あいつは女房と別れるのがつれえもんだから行こうち言わんので。またおいでになったんじゃ。前んとこ行った言うとるぞ。行ってみようか。うん。三平、行っちゃいけんぞ。
まったなど、あれほど言ってあるのに。その畑ってどっちの方だ。山です。山？どう行くんだ。え？遠いんですけど。いや、遠くてもしょうがない。どう行くか。おめえ、大石の畑んな。お父っつぁん行っとるから、一緒に行ってきな。行けるだろ。ねえ、お利口だから連れてってね。お父さんの病気が治らないと困るでしょ。だからね。ああ、お利口ですこと。明日病院に行くことにしちゃどうかな。え、大安で下衛士な。それに先生がこうしてわざわざ迎えに来てくださったのじゃ。え、どうだ、行こうじゃないか。なあ。ええ、麦じゃの。こりゃ今年も相当取れるぞ。どうじゃ、一緒に五百回になろうじゃねえ。わしんとこもお願いするんだ。こねえだもな、おめえんとこの親父さんと村長さんに連れてってもらってな。病院もよう見てきたし、何も心配することはあらせんのじゃから、の、行こうじゃねえか。そりゃあ立派なところじゃぞ。今まで見たこともねえようなところじゃ。でいち病気になったってお医者さんが行さんおっての。薬だってただなんじゃ。まあ医者のことだけでも考えてみ。この島のもんが病気になったって島には一人の医者もおりゃせんじゃねえか。あの青木島の診療所の先生が来てくれるまでには実際気の短い病人なんぞは治っちまうくれえだ。まあこの島なんぞと比べりゃ何から何まで地獄と極楽みてえなもんじゃの。せいじゃからそこにおる人たちは自然と気持ちも素直になるからな。顔まで伸び伸びしての。そりゃあ病気のために眉毛が落ちたり手の曲がった気の毒な人もおるが、そりゃ病気だから仕方がね。まあわしに騙されたと思う。おめえも言ってみんか。ほんまにその通りじゃから。え、おい、まあ騙されたと思って言ってみるがいい。え、おい、行こうじゃないか。皆さんにご心配かけてなんだから、それじゃあわしも明日の朝一緒にご役になりますら。それがええんだ、それがええんだ。そうだ、誰もみんなええことと思うことなんだから。そうだよ。じゃあな、明日朝少し早いがな、7時までに船着き場に出てっておくれな。船で迎えに来るからな。じゃあおかみさん頼みますぞ。じゃあさようなら。お邪魔しました。お待ちしてます。頼みますよ。さよなら。Thank you.
い話だから無形に行ったら今朝になって行かんなんて全く上がらんだぞ。なあ、行かん気なら初めからそう言わにゃいい。なあ、そんならどうするんなら村長さん怒って迎えに行ったの。それは村長さんだって先生の手前も怒らにおれんからの。そうだと。なあ、そこじゃのすごいやる気になったのなあ。やらずにはおけねえか。人様の数考えりゃね。そうじゃろ、ね、うな、ん、言うの。先生さん、いろいろありがとうございました。先生、どちらへ。私、ちょっと行ってみます。ああ、おやめになった方がようなんですよ。無駄なことだ。話して頼んである。ちっともめバカにするにも程がある。ねえ、おい。お前どうしてもいけんだ。今日はじゃあ勘弁して使わせ。この次にはきっとお通しますから。悪いところでねえってことはよう知っておりますけ。でもな、俺はまだ行さん仕事が残っておりますけん、これを片付けてから引きますけんの。今日は勘弁して使わせ。村長さんが呼びに来たんかい。あ、そうじゃ。そうか。何べんも何べんも言うことじゃが、あんたが病院に行かれた後のことは村で決して悪いようにはせんのだ。わしが仕事を辞めるときには後の者によく頼んでおくし。な、まあ、考えてみ。あんた一人のときならともかくも、あんたの子供が次から次と発病して、二人も三人も五厄介になるようなことになったらどないするんだ。先生はあんたが一番病気が重いと言っていられる。今のうちに早く治していただこうじゃないか。がよう分かっております。でも今日は勘弁して使わせ。どうしてもあんたいけんのか。そうして使わせ。どうしてもあんたいけんのか。頼みます、頼みますけ。何を言ったらあんた特進がいくのかの。体でいつまでもぐずぐずしていて、警察の方から行けと言われて行ったんじゃ、お互いに面白くないと思うから、わしがことを分けてあんたに頼んでる、ね、それがあんたに分からん。分からんのか。それじゃあお世話になります。お供します。
ほんまにご苦労さんだな。早く直して、けらしてやって使わせて。一生懸命でやってみます。お願いします。どうぞ、お子様。はい。先生とお願いしますよ。